トレーナーにガチ恋してる馬娘ランキングに対するみんなの反応。ですよね。順当すぎる。ガチ恋してるのはトレーナーの方なんだが、一姉ちゃんの基準になったのは伊達じゃないな。姉ちゃんならみんな持ってるだろうしな。姉ちゃんはみんな持ってるのがずるいよ。シナリオの認知度が段違いすぎる。トレーナーにガチ恋してる馬娘投票結果。第1位ナイス姉ちゃん 27.7。第2位エイシンフラッシュ 8.8。第3位マヤのトップガン 8.2。第4位マチカネフクキタル 6.9。第5位ライスシャワー 5.1。第6位成田大臣 4.5。第7位東海帝王 3.9。第8位セイウンスカイ 3.7。第9位マンハッタンカフェ 3.3。何人かうん、ってなるな。2位と3倍さ。ぶっちきりすぎる。トリプルスコアついてる。3の女ってそういう？衛心育てたことないんだけど、衛心ってそんな怪しいストーリーなの？最速記録保持者。フラッシュはなんかこう成り行きでお見合いした後で相手に惚れていくみたいなやつ。唯一明確に恋愛として好きだという。ストーリー4話でもう両親に合わせてくる子だ、面構えが違う。フラッシュはフラッシュとフラトレの空間すぎてプレイヤーが蚊帳の外すぎる。俺は成田ブライアンだと思う。大臣は？ノリがステークススレと変わらなくてダメだった。見慣れたメンツすぎる。ダスカいないの？ダスカはシナリオ中は基本的にウォッカや自身のあり方で悩むのが多いから恋愛要素は薄い。ただお出かけイベントや勝負服コメは超今風ギャルゲーみたいなことしてる。おいちょっと待て、ボーノはどこだ？激マブもいねえな。まあ持ってなくてもキャラスト4話までは読めるし。カフェって滝音絡みばっか聞くけどトレーナーが知性なのか。カフェはトレーナーと大体一緒にいてクリスマスに反抗人デートする程度だよ。フラッシュの記録は4話選抜レース前に陛下に合わせたファインによって塗り替えられたはず。帝王混じってるあたりでやっぱファンアート強いなって。帝王ってそこまでトレーナーラブ勢だっけ？帝王は二次創作によるイメージであってアプリ内の育成帝王は恋に恋するマヤよりも手前なくらい気配ないよ。まあ持ってるかどうかはだいぶ差があるよやっぱ。まあ馬娘ってやっぱ爆発的に流行った時期の星1星2が人気強いからね。入手が簡単、知名度人気さ。福来たる4位はテイレアでみんな持ってるのもありそう。ナチュラルに距離近いのもあるが、服はコメディリリーフ除いたラド直球しか投げてないからな。最近だとドーベルファインはガチな感じだったな。ドーベルは世界中の男がトレーナーだったらマシだったのかな、とか言い出すからな。シティさんが入ってねえべ、節穴べ。姉ちゃんはヘロヘロ、トロフィーが強すぎた。トレセンは婚活会場じゃないんですよ。マックイーンは？と思ったけどあいつはパクパクと半身ネタのイメージしかない。よくネタにされてる一心同体も別に恋愛的な意味じゃないしな。というか星3でいる時点でだいぶおかしいよフラッシュ。フラッシュは持ってなくてもキャラスト4話まででわかりやすいもんな。一歩半の耐震が意外と低いな。一歩半はトレーナーからのラブだしな。というか耐震は所持率や一般認知的なの考えたら高いなと思った。持ってないけどファルコは？あれはガチ恋というにはなんか違う。超健全なスポコン馬ドルドー一直線で温泉引いて初めてほのめかす程度。割とガチなのが世紀末覇王だけど全然そんな目で見られてるの見たことない。マヤノのあれをガチ恋扱いは危なくないか？恋に恋してる感はあるけど割とヤバいとこまでいける気はある。玉は恋愛すっ飛ばして文字通り家族の雰囲気だし。玉は悪態ついてごめんなって謝れる時点で強い。ちょっとひねてる感じのキャラほどガチ恋二次創作が多いイメージ。会長もなかなか独占欲発動してるのに話題にならないね。
読んでいたら仲良いなとは思うけど、おでかけイベ見ないとわからんからな。ぐいぐい系と思わせておいて、ひたすらストイックに己の道を極めるシナリオのカレンちゃん、良いよね。クリークはなんだろうね、あれ。あれはとにかく原作履修必須のシナリオだと思う。ウマ娘のおじさんを天才にした相葉と知ってるかどうかで感じ方が変わるわ。シティはよくあるアイドルキャラだと思ってるんだけど違うの？めちゃくちゃ面倒くさい思春期の女の子。シャカファイの印象が強いけど、イベントや温泉見てたらファインも相当なレベルのガチ具合に思えた。父上の挨拶はご家族だから百歩譲るが、面識もない住客の前に連れてかれるのは怖いんよ。王族様は全てを手に入れたいって態度を一切隠さないのがすごいんだ。恋愛枠ではないけどヒロインポイントものすごいのはマックと川上。ヘリオスは多分そんなでもないけど、パーマーは絶対に重い。ブライアンも相当だけど、最終的になんかガチ恋とか超えてる感じだ。お互いがいるのが日常ってことで着地してるからな。姉貴もガチ恋しろ。ガチではないけど重い感情はそこそこあると思うぞ。冗談は思いのほかスポコンだったな。トレーナーの冗談に対する扱い方が上手すぎた。言い方あれだけど、出すかが意外と評価制でないところは割と冷静だな。まあガチ恋してないとは言わないが、それ以上にウォッカへの意識が目立ちすぎる。恋はともかく相棒度は非常に高いウォッカ。人前で獣のごとき抱擁するからな。ライスも恋とか言われるとなんか違うよね。憧れの方が近いと思う。エアグルーヴは温泉覚悟決まりすぎでは。ってなる。緊張しすぎてもうそういうこと期待してるとしか思えないよね。大気もなかなか重くない？普段は明るいけど。大気で重い判定したら軽い子誰だよ。爆心も結構脈ある気がするけど本気なのかわからん。委員長とか覇王とかキャラの恋子は恋愛的に見づらいのはあると思う。マルゼンさんは恋を過ぎて同棲するまでのラブストーリーみたいな感じだから、このメンツより先行っててジャンル違う感じ。このメンツの中にファルコが入ってない違和感。ファルコを引くプラス温泉を引くの二重プロテクトだから、それを乗り越えたファン1号だけがファルコの可愛さに気づける。ゴルシと恋するって言われても、ゴルシが俺を激しくも紳士的に抱いてくれることしかわからない。オグリは恋愛とか理解してない感あるけど、独占欲が自分にあってそれを認められる段階になったらめちゃくちゃなパワー発揮しそうとか思う。ブルボンはマスター大好きだろうけど自分でわかってないというか、恋愛感情を自分で認識することでクソ早くなるウマ娘はたまにいそう。なんと公式でトレーナーとウマ娘の絆で強くなる設定があるんだ。他のウマ娘に対して感情があるとトレーナーがチコイ勢とは見なされにくいよね。宿敵が何かしらの理由で存在してないウマ娘が多いなとは思う。姉ちゃんは恋愛抜きにしてもシナリオ良いし本当に好き。普通にスポコンとしても屈指の出来だと思うんだよね。姉ちゃんは初期キャラ一通り回してなんか空気違えな。ってなる。この手の話題で大抵紛糾する中で姉ちゃんはまあな。というのは一致するのが笑う。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。